はい、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日はですね、ちょっと工夫するだけで、いつもの一つ結びよりもおしゃれになるヘアアレンジをご紹介します。普通に一つ結びするとね、こんな感じになりませんか？なんかちょっと物足りないなとか、もう少しなんかこうなればいいなっていう風にね、思う方って多いと思います。今日はそれに、一工夫するだけでエレガントになるヘアアレンジをご紹介です。今日使うものは、ヘアゴムと、あとヘアピン、これを使ってヘアアレンジをやっていきます。では早速ご紹介していきましょう。では早速やっていくんですけど、今回のヘアアレンジはまず分け目が重要です。ちょっとこっち側から横分けにしていくんですけど、だいたい分け目もう9-1ぐらいの感じで分け取っていきます。だいたいこの目尻から上がったとこぐらいですね。で、この時にこうまっすぐ分け目を取るのではなくて、少しね、斜めにこういう風な感じですね、に分け目を取っていきます。で、だいたいね、前髪の幅同じ幅ぐらいですかね、の髪の毛をまずは下ろした状態、ちょっと分かりやすく前に下ろしちゃいますね。で、残りの髪の毛をまずポニーテールしていきます。こんな状態で後ろにまとめます。で、次に前髪を手後でとかして後ろに持っていきます。で、この時に髪の毛がね、ちょっと毛羽立ちがあったりとかしたら、スタイリングをつけるのもおすすめです。少しね、この前髪の輪郭ですよ、を隠すようにバランスを整えていきます。で、この前髪の髪の毛をだいたい耳後ろぐらいに持ってきて、一回転だけねじります。で、ねじったところでこのピンをつけていきます。で、このピンをね、なるべくこう髪の毛の中に入れ込んで見えないようにしてください。こんな感じで止まれば OK です。で、残りのこの余った毛先あると思うので、これをね、一回転だけ巻きつけて、もう一度上からゴムで結んで止めていきます。で、バランス的にね、ここがペタンとしてたら、このゴムの部分を押さえながら少しだけ丸みを出すようにね、ほぐしてあげれば OK です。ちょっとだけで大丈夫です。で、この部分、ゴムが隠れてたら OK なんですけど、まあ隠れない方もいらっしゃるかなと思うので、その場合はね、こういったヘアフックのアクセサリーを上からつけてゴムを隠してください。で、前から見ると、まあちょっと斜めからなんですけどね、この辺の輪郭が隠れて、一つ結びでもエレガントにおしゃれに決まります。はい、ということで、こんな感じでご紹介させていただきました。分け目を少しね、こう9-1にすることによって、顔周りの輪郭が隠れたりとかして、少しね、エレガントにおしゃれに決まります。なのでね、いつも一つ結びでね、なんかうまくいかないなとか、もう少し何かアクセント加えたいなっていう方に関しては、この方法結構使えますので、ぜひ参考にしてみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。